彼は何者なの？これは日本人の有名なチェリストがあるコンクールで快挙を成し遂げたお話です。彼はパラグアイで生まれ、5歳からチェロの才能を発揮し始めた有名な音楽家、名前は上野道明。幼少期はスペインで過ごし、4歳の頃にヨーヨーマの無伴奏チェロ組曲を聴き、チェロに興味を持ち始めました。その演奏に心を奪われ、ヨーヨーマからはこれで私も引退できるとまで言われたほどの才能を持っています。異国の地で育ちながらもチェロの魅力を追求し、その独自のスタイルで世界中の聴衆を引きつけてきました。上野の演奏は精巧で感動的であり、その才能には他の追随を許さないものがあります。彼の音楽への情熱と常に進化し続ける表現力が音楽キャリアを支えています。彼が育った家庭はごく普通の一般家庭でした。3人兄弟だったので、音楽のために多額のお金を投資することは難しく、海外での音楽イベントや遠征は費用的に我慢する場面もいくつかありました。異なる文化や環境下での苦労を経て、少しずつ世界のステージで自身の存在感を示してきました。その中で上野自身が体験した挫折や困難な経験も音楽に一層の深みを出しているのです。単なる音楽家ではなく、異なる文化を超えて人々を結ぶ架け橋ともなっています。上野の音楽は感情を揺さぶり、国境や言葉の壁を越えて共感を生み出す力を持っています。その独自の旅路と才能によって音楽の魔法を広め、多くの人々に感動を与え、過去に彼を指導してきた師匠たちは才能と情熱に深い感銘を受け、次のように述べています。まさに天賦の才を持ったチェリストです。彼の音楽は技巧的でありながらも心に深く響くものがあります。幼少期から情熱と努力を見てきましたが、その成長は驚くべきものがあります。ただ演奏するだけでなく、音楽を通じて人々の心に触れ結びつける力を持っています。スペインでの経験が音楽に独自のエッセンスを加え、異なる文化や背景からの影響を感じさせています。彼が直面した苦境や困難も音楽に深みを与え、真の音楽家としての味を出しています。上野の成功は才能だけでなく、その向上心と困難に立ち向かう精神力も関係しています。彼の演奏を聞くと、まるで心の奥底に触れられるような感覚に陥るのです。私は彼が将来世界を舞台に活躍することを確信しています。上野の音楽は国境を越え、言葉を超えて人々の心に響くに違いありません。ただのチェリストではなく、音楽の使者として世界に名を馳せることになるでしょう。厳しい師匠にこれだけの褒め言葉をいただける上野は、忍耐力、強い精神力、そして技術力を持ち備えている証拠ですね。また彼は日頃から非常に謙虚で前向きであり、たとえコンクールで受賞しても自分の実力はまだまだという気持ちを持ち続けています。この謙虚さが彼を成長させ、彼の奏でる音楽にも性格が現れています。彼は独りよがりな演奏ではなく、常に聴衆を意識し、心の奥まで届くような演奏をしてくれます。この謙虚な姿勢は、演奏を聴いた世界中の観客がファンになる一つの要素なのです。そして2021年、スイスのジュネーブで開催されたコンクール、その舞台で自身の才能を世界に示すため、大きなチェロを抱え、日本を代表する上野道明として参加しました。しかし、この壮大な舞台には、同じくその舞台を目指す中国のチェリスト、徐行も参加していました。徐行は中国政府の全面的なサポートを受け、移動費用からホテル代、食事代まで、あらゆる費用が政府からの補助で賄われていたのです。上野にはそんなサポートやバックアップはありません。このコンクールは世界的に著名なチェロコンクールで、スイスは毎年世界中から若く才能を持った音楽家が集まり、技術と情熱の共演を繰り広げる音楽愛好家の聖地なのです。その年のコンクールはジュネーブで開催され、世界中の名だたる才能たちが集結していました。その中でも特に注目を集めていたのは、中国出身のチェリスト、ジョと一筋に音楽の夢を追いかける上野道明でした。上野は数多くのコンクールに出場してきましたが、その中でもこのスイスのコンクールは特別なものでした。このコンクールは才能ある若手音楽家を発掘し支援することを目的として1939年から開催されている歴史あるコンクールなのです。今回も世界各地から
歴史に名を残す音楽家が審査員として参加していたため、上野にとっては今後の人生を大きく左右する大きなイベントでした。ジョはすでに国際的な名声を得ており、毎度のごとくジョの猛烈な応援団が100名以上もコンクール会場に押し寄せていました。彼らの熱烈な声援は会場に彼の優勝を確信させる雰囲気を作り出していました。国を挙げてジョの優勝を目の前で見るためにやってきたのです。一方で上野通明は静かなる挑戦者でした。彼には家族以外に特別なサポーターはいません。上野は孤独な気持ちと長距離移動や時差、環境の違いによる疲労が溜まっていたこともあり、コンクール直前に熱を出してしまっていました。しかしそんな状況でも彼は底力を出してコンクールに出場し、優勝を目指して挑んだのです。コンクールの初日、ジョは予想通りの完璧な演奏を披露し、応援団の熱狂的な声援を受けていました。彼の演奏には技術的な完璧さと正確さがあり、聴衆を魅了しました。しかし、上野の出番が来て、彼がステージに立った時、会場には別の種類の緊張感が流れました。体調が優れない中での演奏は、彼の内側から湧き出るエネルギーと情熱をさらに際立たせていました。上野の演奏にはジョの音楽とはまた異なる種類の魔法がありました。それは技術の完璧さを超えたもので、上野の演奏が語りかける物語と音の一つ一つが聴衆の心に深く響き渡り、その綺麗な音色には実に深みがありました。上野は頭から指先まで体全体を使って一曲を表現し、凡人にはできない演奏を披露しました。高低音の共存、ビブラートの巧みな使い方、音楽に込めた上野の魂、それはチェロ1台で我々ができるパフォーマンスを超えており、他の演者と比較してみても異次元でした。上野の演奏が始まった瞬間、彼の音楽は言語の壁を越え、文化の壁を打破し、観客を魅了し、観客の心に深く刻まれるものとなりました。観客席を見渡しても皆真剣な顔をして前のめりで聞いており、非常に興味深く聴衆が上野の世界に引き込まれているようでした。チェロの演奏とは思えないような表現力で、音楽そのものの常識が覆ったような反応をしている人もいました。そんなコンクールもとうとう最終日を迎え、出演者の緊張が高まる中、結果発表の瞬間がやってきました。誰もがジョの名前が呼ばれると確信して結果を待ち構えていましたが、なんと審査員が口にしたのは上野通明の名前でした。会場は一瞬の静寂の後、驚きとともに温かい拍手が巻き起こりました。ジョが優勝するという予想が外れたことに多くの観客が驚いていましたが、上野自身が一番信じられない表情を浮かべていました。しかしその笑顔は彼の努力、彼の過去、そして彼が克服してきた困難のすべてを物語っていました。観客の拍手はこれまでにないほど温かく、上野を称賛する言葉や拍手が多く飛び交いました。上野は25歳にしてジュネーブのコンクールでまたもや優勝することができたのです。同時に上野の名前は一瞬にして世界中に広まりました。この結果を知ったジョは悔し涙を流していました。同時にサポーターからの応援を裏切る形となり、非常に大きなプレッシャーを感じているように見えました。しかししばらくしてジョは素直に上野の実力を認め、上野に対して素晴らしい音楽を演奏してくれたことに感謝したのです。上野の演奏はジョの心に訴えるものがありました。そうして上野とジョは新たな友情を育み、異なる文化や言葉、数々の壁を越え、スイスのコンクールを通じて豊かな経験を積んだのでした。上野の勝利は技術だけが音楽ではないこと、心を込めた演奏が人々の心に響くことを証明することとなったのです。体調不良を抑えて挑んだ彼の情熱的な演奏は応援団の数や名声を超える力を持っていました。彼はそのコンクールをきっかけに国際的な名声を得ることとなり、彼の音楽は世界中で愛されるようになりました。あっという間に世界中に上野のファンが増えたのです。この驚きに満ちた勝利は上野通明という音楽家をただのチェリストから真の演奏家へと昇華させたのです。彼らの演奏は文化の枠を超え、国際的な舞台で新たな風を巻き起こすきっかけともなりました。そしてスイスの風景や文化との出会いは上野の音楽に新たなインスピレーションを与え、
異なる土地の魅力を音楽に取り入れ、その表現力をどんどん進化させていきました。その結果、彼の演奏はますます多様性と深みを帯び、聴衆を引き込む魅力が増すこととなったのでしょう。そしてコンクールの舞台裏では、彼の音楽への情熱が共感を呼び起こし、世界中の支持を集めました。音楽愛好家や評論家たちが上野の演奏に込められたストーリーと情熱に感動し、その才能を称えました。彼の音楽はただ単に聴くだけでなく、背後に潜む感動と物語に触れ、深い感慨を抱かせるものとなったのです。スイスの舞台での経験は単なる演奏だけでなく、人間としての成長や進化にも寄与しました。上野は自らの限界に挑戦し、困難を乗り越えながらも音楽を通じて新しい可能性を見出したのです。その経験は彼が今後の音楽活動においてもさらなる高みを目指す原動力となり、彼の演奏は単なる音の振動ではなく、心の共鳴として語り継がれ、永遠に世界の舞台で響き続けることになるでしょう。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。